ありがとうございます。さやかりんでもプチリラッとすることあるんだねって。しゅういちさんありがとう。リラックマ黄色い鳥ありがとう。いやなんかねあれなの、モスキートーンみたいな音がねずっと鳴ってるのこのライト。今に始まったことではないんですけど、ジンライさんありがとう。あんまり眠そうじゃないねって。いやでもね配信を始めるちょっと前まで眠かった10時頃眠かったよ。ルカさんありがとう。リラックマ背景がめっちゃ可愛い、淡い色いいですね。緑改良意識したわけではないんですけど、そうでもさ一周回ったらもう眠くなくなるじゃん。もう今その領域もう眠かった時間は終わっちゃった。やっほやっほー。エビちゃんもありがとうございます。確かにあれみたい、ヤンマガウェブさんのグラビアの時のパーカーも緑でしたね。そっか、あだからなんかさ緑のパーカー、そんな私服で着たことそんなに着ないはずなのに、なんか既視感があるなって思ったら、そっかそっかあれじゃんそっかあの時来て、最近さオフショットとかもいっぱいメールで送ったりしたから、ああなるほどね。なんかだからさすごい珍しいはずなのに自分的にはあんま珍しい気持ちじゃなかったから、なるほどなるほど。クラクション今鳴った？もうなんか意識に飛べてなかった。確かにそう言われたら今鳴った気がする。ミルマさんクマありがとうございます。ありがとうクマありがとう。ツイートしよう忘れるところでした。ツイートカマキリカマキリの絵文字ってないんだ、ないんだ。ツイートした、カマキリないのか。え、どういうことどういうこと。
日常生活から異音を感じるようになら耳鼻科に行ってねってどういうこと？え、私異音を感じるとか言ったっけ今？あれ？そんな話してたっけ？あ、もう少ししたらまた絵文字増えるんだ。楽しみ。楽しみ。何が増えるんだろう。予想したい。え、私そうずっと言ってるんだけど、ずっと欲しい絵文字はハートの水色。ハートってさ、いろんな種類あるけどさ、水色ないじゃん。水色欲しいよねって思ってる。来るかな。かけろさんの誕生日のお話、あ、なんか返信来た。待って、時差時差。あ、違うの違うの、モスキートーンの音はあれなんです。このね、ライトをね使ってるんですけど、このライトを、そのこのライトから音が発されるの。そうだから、大丈夫だよ、ありがとう心配してくれて。あ、すごい、水色の絵文字ってこんないっぱいあるの、なんかいいね、いいね。え、そう、ハート、水色のハート欲しいな。あ、なんかあれです、そのさ、母の写真を母のなんかね、全身写真を前会った時に撮ってて、その写真をなんかね、ちょっとドーンって真ん中に貼って、なんか雑誌風にしたんですけど、英語でなんか一文で、いつかスイスに旅行に行きましょうみたいなこと私書いて、それ書いたのはなんか母がスイスだったよね、そうそうそう、なんかね、え、そう、なんか小さい頃からずっとスイスに行きたい願望があるみたいなことを母の小さい頃からね、そう言ってて、それをちっちゃい頃に聞いてたのを私ずっと覚えてて、そうそう、それ書いた。え、そうそうそう、ハイジの多分ハイジの世界を見て行きたいって母は思ったんだと思う。そうなんです、だからいつか一緒にね、いつか連れて行けたらいいなと私は思ってます。そう、連れて、母を連れて行けるように頑張ろう。あ、そうそうそう、そう言ったら、そう書いてたら、もう私も忘れてるようなことをよく覚えてたねってで返信来ました。草原でブランコ、ブランコに乗りたい。あ、でも確かね、私の記憶が正しければ、なんか草原を転げたいって言ってた気がする。なんかお花畑みたいな、その草原をね転げ回りたいらしい。そう、ハイジになりたいらしい。だから私も一緒に転げます。確かに山だからそのまま転げ続けちゃうか。浜松の IH さん、ありがとうございます。そう、トゥ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 、ヒューガヒャンさん、結婚は今日はどうしようかな、今日どうしよう、どのパターンでいこうかな、どのパターンにしようかな、今日はちょっと考え中です。いいね、
ス行きたい。めちゃめちゃ綺麗じゃん。めちゃめちゃ綺麗じゃん。オッケーパターンはね、私の気分が相当上がった時のみ発動されます。オッケーのパターンは、例えば毎日更新チケットをもらえた時とかに発動されるのでね。そうだね、次はあれ70日目だったっけ、80日目だったっけ、いつだっけ次。ミルマさん、タコありがとう、ありがとうございます。あ、70日目なんだ。今日が何日だ、今日が49とかかな。あ、でもあと21日なんだって。まあその時まで続いてるかは分かんないけど。ヤムパン、マエさん結婚は、結婚はノーセンキュー。使い方合ってる？ノーセンキュー、ノーセンキュー、大丈夫です。そう、次チケットもらったらね、大切に使おうと思う。うん、ちゃんと余裕を持てる人間になろうと思う。そう、この前はすぐ使っちゃったからね。ナクルさん、リラックもありがとう、ありがとうございます。あ、待って。あ、いけた。もう一回かぶったら前、外すときに前髪がこう引っ張られて、引っ張られそうな感じになって焦った。フード、パーカーのフードって実際あんまりかぶんないよね。枝豆ではない。コシオさん、リラックマありがとう。山井さん、黄色い鳥じゃない、リラックマありがとうございます、ありがとう。リラックマは昔 DS してた頃、小学生とかかな、私のリラックマっていうカセットがあって、それめっちゃしてた。49日、
一番前さん結婚は遠慮します。結婚はノープログレムだと問題なしだから、イエスプログレム。19日だって。あれだよ、でも私の記録は日々更新してってる。明日で50日か。土星さん、リラックマ、ありがとう、ありがとうございます。だんだんネタとして成立しなくなってるってどういうこと？別に私そのネタにしてたつもりないけど。ゆきさん、いいね、ギフトありがとう。確かにもう50日ってさ、あれ伝え毎日アイドルじゃない？どうですか？50日って毎日アイドルじゃない？毎日さやかりんじゃん。毎日さやかりん。ビルマさんありがとう。だんだんたぬきさん、イエスプログラム。そうだよ、50日って実質100日だからね。四捨五入したらもう100日だから。うん、人になんか話の流れとかで毎日アイドル何日目ってなったら100日、まあ、ほぼなんて約100日ですって言います。じゃあ明日から。今日はね、今日はだから言えない。今日聞かれた時はまだ、これまでに聞かれた時はまだ、あ、0日いや、もう全然毎日アイドルじゃないんでって言います。そうしよう。釣り合いを取ろう。そうだから今日はちょっと今日まで謙虚に行こう。はい、全然明日のために今日は謙虚に行きます。全然まだ本当にまあ3日ぐらいかな、感覚的には毎日アイドル3日4日ぐらいやってるかもしれないです。そんな感覚です、私の中ではね。はい。いや、ありがとうございます、本当に皆さん。皆さんね、毎日話してくれてありがとうございます。見てくれてコメントとかありがとうございます。はい、明日が楽しみだな。ミルマさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。ミンクが下手くそです。モンタさん、結婚は英語がわからん。 I don't marry。やばいね、英語ってさ、高校とかさ中学とかの時はさ、いろいろ文法とか覚えてたじゃん。やばいね、もうどんどん忘れてってるね。 I couldn't。 あったあった。
と忘れちゃうんだ。よいしょ。I can't marry なの？ I can't marry なの？ ありがとうございます。ちょっと対応しよう。 I can't marry。 ツナマヨさんありがとう。カズサさん I can't marry sorry。シロクマさん、タコありがとう。ありがとう。ありがとう。シンタンタンさん、I can't marry。ねえ、リコちゃん、リコちゃんすごいよね、英語。ちょっと発音いい風なのがまた当たって、まあ私スピーチコンテストで、はい、5位になったことがあるので、かっこ小学生の時にそう、これはちょっとかっこそう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 恥ずかしいなんか人に言う、これから言うときは小学生の時っていうのは多分言わない方がいい。そう過去の栄光そういえばこの前スピーチ、英語のスピーチコンテストがあって、あ、5位でした。一応賞状とかもらえて、まあ、この前、まあ、過去にそういう経験もありますね。はい。って感じで言ったらさ、って感じで言ったらなんかいいじゃん。もうあすごいすごいってならん。嘘はついてない。嘘はついてない。過去に撮ったことあります。確かに。じゃあ話してみてって言われたら、うん、そう、私 にとってはこの前かも。TOEIC 受けたことないな。英検は何だったかな、2級かな、準2級かな、どっちか忘れちゃったけど、受けて、受けたことはあります。はい、受けたことはあります。これ以上は聞かないでください。これ以上は聞かないでください。受けたことはありますね、はい、しんたんたんさんありがとう。いや、なんかすごいみんな察してるけどさ、わかんないじゃん。わかんないじゃん、受け、わかんないじゃん。うん、受けたことは受けましたね。
そうそうそう、まだ私は何もあの断言してないので、はい、まだね、わかんないけどねって感じかな。老けることに意義があるって励ましてくれてる。息はまあ難しいって。まあそんな感じかな。よし。試験中に寝てないよ。でもなんか試験中の時とかさ、もう結構周りが解き終わってる感じで寝てる人とかがチラッと目に入ったりしたら焦るよね。励ましのコメントが温かい。だってまだ私何にも断言してないのにすごい励まされてる。すごい励まされてる。グリーン似合う、ありがとう、ありがとう。シャーペンの音で合わせるの分かる。分かそうだった。私も分かる。すごいさ、なんか筆圧強い人とかいなかった？え、いなかった？ツナさん、可愛いゲストありがとうございます。なんかカカ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 って書く人とかがさ、隣とか近くだったらさ、焦る。し、私すごい多分神経質だった。私が神経質っていうだけなんですけど、見回りの先生がさ、試験中とかって結構徘徊されてるじゃないですか。席の間をこう練り歩いたり練り歩くってちょっと言い方合ってるか分かんないけど、いるじゃん。そう、それでそれとかちょっと後ろの方にずっと立ってたり、そう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 、監督の方がいらっしゃるじゃないですか。あ、すごい星になってる。え、練り歩きってもしかして星になるの？え、あ、徘徊が星になるの？あ、徘徊ってダメなんだ。ダメな言葉だったの。じゃちょっとやめとこう。徘徊はダメなんだ。そっかそっか。そう、それで先生がその自分の近くにいる時とか、だから一番後ろの席で先生が後ろに真後ろにいますとかだったり、その練り歩いてる時、自分の横をなんかゆっくり通ってる時とか、なんかもうね、書けなかった。頭がもう回らなくなってさ、問題が解けなくなってた。なかったですか？それがすごい嫌だった私。え、そう、めっちゃ気にならん？小心者。いや、なんか普通に解けばいいだけなんだけど、もう集中がそっちに行っちゃってさ。え、そう、やましいこととかもちろん何もしてないですよ。もちろん何もしてないよ。カンニングとかしてるとかそういうのではなく、普通にもう頭がなんか回らなくなってた。それが嫌だったな。だから一番後ろの席の時とか、結構ずっと後ろに、真後ろにいられたりしたらなんか嫌だったな。ありました、あるある。それはない。ちょっと手のひら見せなさい。いや、そんな
そんなことしてなかった、してなかった手首でもないです、下敷きでもないあ、でもね、あ、なんか試験始まる直前に、直前にもうなんだろう、公式とかなんか歴史とかだったらもう一点に絞ってそれだけをずっと頭の中で繰り返して覚えて、始まった途端、始まった瞬間にもう全然関係ないとこにそれ覚えてるやつバーって書いてとかしてたそういうのなかった？とかピンチの時はやってた。懐かしい。懐かしい。懐かしいね。なんかもうテストの空間懐かしいね。お疲れさん、え、誰この子、この子は誰、ありがとうございます。犬かな、犬、犬、誰だこの子は。岐阜羽鳥さん、ありがとう、ありがとう。リラックマ、黄色い鳥、神？え、リラックマのキャラクターなの？花火師さん、リラックマありがとう。あ、ごめん、岐阜羽島なの？岐阜羽島さん、ありがとうございます、ありがとう。え、深夜さんもだ、誰この子、ね、え、私知らないよ。え、最近できた子、え、私の時代はいなかった、え、私の時代はいなかった。ちょっと待って、今ちょっとリラックマキャラ、私のリラックマ時代はいなかったよ。え、ヒデキンガーさんも誰この子、新キャラクターで調べよう。2月21日3月発売予定って、じゃあそこで出たの子。かわいいね、青い子狼今ジェネレーションギャップ感じてる。一匹狼に憧れて群れと離れて蜂蜜の森に迷い込んできた。かっこつけたがりだけど実は寂しがり屋。茶色い子熊にガオーを教えたガオーの先生。え？ちょっとついていけてないかもしれん。ちょっと待って。茶色い子熊？
どういうこと？待って、リラックマは？リラックマいないの？リラックマ待って待って待って、そう、ついていけてない私今茶色いコケは本物のクマなんだ。あ、もう時代が違うの？私のリラックマ時代とは。あ、私のリラックマというのは、あの、私のリラックマっていう、あの、DS のカセットがあったんですけど、それの別にあの私のっていうことではなく、そういうね名前があったんですけど、衝撃を今受けております。あ、本当だ、茶色い子グマ、本物の子グマ、蜂蜜の森で一人暮らしを始めた、人見知り、お友達に話しかけたいけど勇気が出ない。あー、そういうタイプか、一緒だ。へえ、桜のコリス、桜のコリス、蜂蜜の森で出会った三兄弟の違いで、ポジティブな性格、料理が上手。ミントの小鳥だって。私知らない。ミントのさやか、何のさやかにしようかな。私も入れてほしい、仲間に入れてほしい。虫が飛んでる。いや待って、虫が飛んでた気がする。え？今のは虫？私の幻覚？え、なんか虫が飛んでた気がする。虫。ねまいさん、結婚はしません。え、すごい、ズノメさんありがとう。なんかみんな勢ぞろいじゃん。はちみつの森勢ぞろい、ありがとうございます。あ、ミントのさやか、そういうことか。ミント色ちょっと私は配信が終わったら本当に虫だったのかを確かめます。なんかめちゃめちゃ久しぶりに見たかも。本当に虫、めっちゃちっちゃかった。嫌だな、探そう、やだな。ラビヒさん、結婚は、私はちょっと今虫のことが脳内の 85% を占めてるので、ちょっと結婚はできないです。壇上を読みます、壇上読みます。トゥタタタン、13位、ツナさん、ありがとうございます。12位、ヤマイさん、ありがとうございます。11位、ムラさん、ありがとうございます。待って、変わったね。13位、ムラさん、ありがとうございます。12位、大輔さん、ありがとうございます。寝てる。11位、ゆきいけさん、ありがとうございます。10位、唐辛子さん、ありがとうございます。唐辛子って読むの？唐辛子ってこういう漢字書くの？9位、アムさん、ありがとうございます。ア
浜さん。8位黒いウインナーさん、ありがとうございます。7位大津アットンさん、ありがとうございます。6位ルカさん、ありがとうございます。5位カズサさん、ありがとうございます。4位ヤマイさん、ありがとうございます。3位お疲れさん、ありがとうございます。2位翔一さん、ありがとうございます。そして1位ビルマさん、ありがとうございます。ありがとう、パチ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 。そして明日大吉で過ごせる方はコシオさんです。おめでとうございます。パチ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 。ありがとうございました。待って、テロップ、テロップ、テロップ加工間に合うかな、間に合うかな。何の話したっけ、何の話したっけ。